はい、本日はですね、2021年上半期買ってよかったものトップ10をご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、毎月毎月ですね、買ってよかったものっていうのをご紹介してるじゃないですか。1月、2月、3月、4月、5月、6月でやってきたけども、まあ、その集大成というか、まあ、まず2021年の上半期はもうこれが買ってよかったですわっていうのをね、ご紹介していきたいんですけども、皆さん忘れてるかもしれませんけどね、僕服を紹介してるのもあるんですけど、それ以外には今年キャンプも始めましたよね。ビジネスキャンパーとしてキャンプも始めたし、それ以外にはこのスタジオもね、撮影部屋っていうのも新しく契約したりしたんで、それに伴っていろんなものを購入したりもしてるんですね。で、まあ総額いくら購入したかはちょっと知らない、よく分かってないんですよ。なんでって言ったら見ると怖いからね、あんま見ないようにしてるんですけど、まあいろいろ購入した中で何が良かったんかっていうのを今日はね10個もあるので、もうささっといきたいなと思いますので、本日の流れとしてはもうトップ10から9、8、7、6、5、4、3、2、1っていうのをもう順々にお伝えしていって、まあ理由もね一緒にご紹介していきたいななんて思うんですけど、その発表する中で動画ではねご紹介しないやつとかも若干あったりはするので、まあそんな感じで聞いてもらったらなと思います。ちなみにノースフェイスの買ってよかったもの上半期編っていうのはまた別で動画作りますので、今回に関しては全ての買い物の中で良かったものっていうのをトップ10でね、今の気持ちだけでご紹介していこうと思いますので、ちょっと明日になったランキング変わってたりしたらごまずませんねなんては言ったりしてるんですけども、ご紹介させていただきますね。ではまず第10位というのがですね、こちらズドンと、アークテリクスの α SV というもう最強に守られたジャケットなんですね。何が最強に守られたんかというとですね、生地感がめちゃくちゃいいとかもそうやし、よくワードでね店員さんの販売トークでこれ年中着れるんですよってよく聞いたりするじゃないですか。で僕もねよく聞いたりするし、まあ動画でもね、まあこれだったら年中着れちゃいますかみたいなことを言ったりするんですけどね、ほんまにマジで年中着れんのどれって言われたらもうこれしかないんですよね。でそれ以外のジャケットとかやったらどうしても年中着るにはちょっと薄いかなとか、年中着るにはこれ夏ちょっと暑いかなとかって思ったりするけど、これやったら年中ほんまに着ろうと思ったら着れんちゃうかなと思えるぐらい良きなんですよね。まあ、なんでなんかっていうとね、ほんでまあ今時期とかちょっと暑いななんて思ったりしたら、やっぱ生地がねそんなに夏用に作られてるわけじゃないからペラペラではないんですよね。だからちょっと暑いななんていう時はね、この時に脇毛マンボしてあげるんですよ。こんな感じで、こんならねめちゃくちゃ涼しいでしょ。だからね、まあ、今の時期とかでもちろん着れるし、さらにこれがねゴアテックスプロってやつなんですよ。だからもうゴアテックスの中でもめちゃくちゃいいやつなんで、雨の時なんかもいいよね。それに冬場とかになったりしたら生地感的にもね、インナーにねこうフリースとかねインナーダウンとか着ていったら、まあ厚替えの人やったらいけんちゃうかなみたいな、まあ僕用これだけでいかれへんけど、まあ、着ようと思ったら着れるというところで、正直ね10万するんですよ。10万ジャケットに払うかって僕思ってたんですけど、ほんまにね無理に無理をしてね、なんとかまあ購入してみて思ったのが、あやっぱ10万のジャケットはちゃうわと、まあ、ほんまに年中着たいとかっていうのであれば、まあ、これが多分一番使い勝手いいんかなと今のところは思ってますので、まあ、このね、アークテリクスの α SV が第10位ということになってますね。ほんで次ね第9位というのがヘッドホンなんですね。でこのヘッドホンはもう何がいいのかというと、まあ、僕別にガジェット系じゃないんですけど、一瞬で無音の世界に連れてってくれるんですよ。ヘッドホンやのに無音の世界いいと思うじゃないですか。これまあ僕音楽聞くようとして別に買ってるわけじゃないんですよね。とにかく無音の世界になりたいんですよ。なんでなんかというとですね、まあ、僕の住んでる地域って、まあ、結構大阪でもね下町の方というかね、まあ、ちょっと愛嬌のあるような町柄なんですよね。だから平日の昼間とかでもねおっさんの叫んでる声とかたまに聞こえたりするんですよ。もうそれがね集中が邪魔になるんですよ。せっかく編集始めてちょっと乗ってきたでなんていう時にこう外からわーっていう声が聞こえたりね、おっさんのくしゃみワクシャンとかって聞こえてきたりしたらね、おい何してんの何してんのとかって思ったりした瞬間にもう違うこと考え出すんですよ。それをねこのヘッドホンパンってつけてノイズキャンセリングしてあげるんですよ。ほんなら全く外の声聞こえへん。ほんで一気に無音の世界になるんですよ。全くシーンってなってる。でねこれって別にアップルのね AirPods Pro ってやつもあったりするんですよ。でそれもう僕買ったんですけど、そのねノイズキャンセリングは結構甘いんかして、まあ耳のねあれが合ってないんかもしれないですけど、結構音聞こえるんですよね。嫁のテレビ見てなはははって言って笑ってる声とかパーって入ってくるし、外で高校生がチャリンコ乗りながらなんかドライフラワー歌ってるのとかも聞こえてくるんですよね。だから僕はあんま iPod Pro はあんま向いてなかったんですよ。だからちょっと微妙やなと思って、まあこっちの方が僕個人的には気に入ってるんで、まあ一瞬で無音の世界になる。もうとにかく無音で集中したいって時はもうこれパンってはめたらめちゃくちゃ集中できるんですよ。まあせやから買ってよかったかなというところに思います。で次第8位というのが入浴剤なんですね。
この入浴剤は実は買ってよかったもので以前ご紹介したことあるんですけど、最初はね友達にもらったんですよ。これあげるでみたいな、なんか俺のお姉ちゃんの職場のなんとかでみたいな、へーみたいな、なんか入浴剤なんか怪しいなみたいな、こういうのなんかネットワークビジネスとかで売ってるよなみたいな感じでイメージを持ってね、別にその子ネットワークビジネスじゃないんですけど、なんか怪しいなぐらいな感覚で、まあ適当にポンって入れたんですよ。ほんなら全然無臭、なんも匂いもせんし、これなんか意味あんのかなと思ってパカーンって貼るじゃないですか。ほんなら僕ね、だいたい風呂入りながら YouTube でヒューマンバグ大学っていう YouTube 見てるんですよ。でその時にだいたいあれ5分ぐらいのアニメなんですよね。アニメの YouTube パッて見てるんですけど、もう5分も入られへんぐらい暑いんですよ。で普段入浴剤入れてへん時なんかやったら、もうヒューマンバグ大学2本ぐらい見れるぐらい、もう全然楽勝で入れるんですよね。で温度も同じ温度で41度で設定してんのに、この入浴剤入れた瞬間もう体の芯からめちゃくちゃ温まるんですよ。だからヒューマンバグ大学が見れんくなるぐらい、家やねんけどもスーパー銭湯に行ったぐらいの感覚があるんですよ。なのでね、僕あんま入浴とかあんま興味ないんですけど、まあこれはね確かに興味ない僕ですら、あ、よかったなって思って、家の風呂がスーパー銭湯ぐらいには上がる、まあ、旅館の風呂までは行かないですよ。スーパー銭湯ぐらいまではちょっと行くかなぐらいな感じで、まあちょっとね、もう使い出したら、これ怖いのがハマりすぎて毎日使うんですよ。毎日使い出したら僕もうリピート買いしてるんですよね。だから入浴剤に興味ない人は買う方がいいし、探してたっていう人はまあ買ってもいいかなと思うんですけど、ただ注意なのが買うと抜けれない、まあ、それぐらいね良かったかなと思います。で次が第7位に行きたいなと思うが、第7位というのがですね、こちらの僕が今履いてるバーサタイルショーツなんですね。で今回今年夏のショーツに関してはこのバーサタイルショーツしか履いてない。以前ねレビュー動画も出したんですけど、この、ニュートープって緑っぽいやつと、このねインディゴのデニム染色されたバーサタイルショーツ履いてるんですけど、この2色しか履いてない。もうこれを毎日どっちか履いてるっていう感じで履いてるんですけど、去年まではバギーズショーツってパタゴニアのやつをめちゃくちゃよくて履いてたんですけど、今年やっぱ体型変わったから、ちょっと太ったからか知らんけど、こう横に打ったりしてるのめっちゃ楽なんですよね。だからそれ以降これずっと履いてるんですけど、残念ながらね、まあ、このレビュー動画でも言ったんですけど、このデニムのやつってね倍ぐらい値段するんですけど、全く経年変化しないんですよね。でデニムで染めてんのに、インディゴで染めてんのに経年変化せえへんのと思う方いらっしゃると思うんですけど、これねやっぱ素材が違うだけで、素材がナイロンっていう素材使ってるんですけど、たったそれだけで経年変化しないんですよね。だからめちゃくちゃ履いてんのに全然色変わってこないんですよ。まあなのでね、僕はこれレビュー動画の時にこれネイビーですわ言ったんですけど、まあほんまねネイビーって感じなんで、まあ倍払う価値があるかどうかわからんけども、まあ最近はねほんまにこのどっちかを履いてるっていうぐらい気に入っております。やっぱ気に入った要因はね、バギーズショーツとの違いになるんですけどね、バギーズショーツってパタゴニアの名作のやつがあるんですけど、それはねめちゃくちゃいいんですけど、中にねライナーが入ってるんですよ。こうメッシュみたいな、あの小学校の時の海パンの裏地みたいなのが入ってて、それはそれでノーパンで履けたりもしたりしてね、あ通気性いいねなんていう感じで、あのマグナムも収納できたりするんですけど、これに関してはそういうライナーついてないんで、まあ、パンツをちゃんと履かなあかんのですけど、これも同様に、ね、水陸両用やから別に濡れたってなんでとでもいいし、ガシガシ使えるんですけど、まあ、ライナーがない分下着を履いた状態やったら涼しいですよね。でバギーズショーツの方が下着を履いた状態で履いちゃうと結構暑いというか、メッシュも中にあるので生地がね2枚あるような状態じゃないですか。だからまあさすがにねこれはノーパンで履けませんよ。これノーパンで履いたらマジでこの隙間のところからねビッグアメリカンが出てくるでしょ。まあ人によったらねミニの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあミニやったらなおさらですよね。パンツは絶対履いた方がいいと思うんですが、そういう感じで現在はこれを、下着履いた状態で履いてます。だからバギーズショーツ履くんやったらノーパンで履いたりする時もあったんですけど、まあこれはねノーパンっていう選択肢がないんですが、もうほんまこればっかりですね。まあ僕のピッツポークも喜んでるという状態になっております。というところで次がですね第6位に行きたいなと思います。では第6位というのがですね、空気清浄機になります。でこの空気清浄機は何かというと、よく一般的にあるこのね僕のオフィスでもあるんですけど、これ届かへんなギリギリ、このタイプあるじゃないですか。よく見るでしょ。もう絶対どこの家行ってもあるでっていうタイプのやつね。これ Amazon でベストセラーになってたと思うんですけど、これはもう数年前に買ってるんですよ。でこれで普通におったんですけど、僕ね鼻炎じゃないですか。動画見ていただいたら分かると思います。要は鼻吸ってるでしょ。これもう元々なんですよね。だからちょっとでも空気よくしとこうということで、これではもう無理なんですよ。花粉も取ってくれるとか PM 何.5 もいけるとかって言えど、僕みたいな人には無理やから、もう本格的なやつを買ったんですよ今年の1月か2月ぐらい。でそれがねこの今見ていただいてるやつなんですけど、めちゃくちゃ本格的で、一応対応がね何畳とかあるじゃないですか、広さね。それがね40畳ぐらいまで確かいけるんかな、結構
構しっかりしたやつで、お店とかにも置けるぐらいちゃんとしたやつなんですけど、空気清浄機のメーカーやったらこのメーカーが一番世界的に有名やと思うんですけどね、この海外のメーカーやったかな、それを使い出してからもう全く部屋に菌というかそういう余計なものが全くないんですよ。ただその代わり結構音しますよ。ウィーンみたいな感じの音がしてて、嫁がね最初ね、いやこんなんやと私寝られへんかもしれんみたいな、こんだけ音鳴ってたら一応自動で感知して今空気いいと思ったりしたら止まるし、それこそトイレから僕帰ってきたりしたらいけない、ウィーンって動き出すんですね。俺は臭いんかいなと思ったりするんですけど、まあ自動である程度はこうスピード変えてくれたりするんですけど、夜寝る時とかにあんまりいきなり動き出したりしたらうるさいじゃないですか。だからもう寝られんかもしれんって言いながらカーってその日の夜寝てたから、あ、我が家には何の問題もないかなと思うんですけど、まあ人によったらちょっとこう寝るのを気にされる方とかやったら気になるかなぐらいの音の大きさになってます。だからそれはね、まあ自分で風量みたいなのは調節はできるんですけど、もうそれすんのめんどくさいから僕はもう自動にしてるんですけど、まあ、そんなことで、空気清浄機をやってからもう家におるときは花粉大丈夫、だから外出た瞬間からきついんですよ。なのでこれはね、あってよかったかなと思います。まあ、そんなことで第6位とで次第5位に行きたいなと思います。では第5位というのがですね、チラのジャケットになります。これは軍隊と共にっていうタイトルをつけたいぐらい、なんか軍のブランドかなんかな、なんかチェコかなんかの軍のブランドになってティラックってやつなんですけど、このソフトシェルめちゃくちゃええですわ。もう今売ってへんのかな、完売したんかな、ちょっと分からへんけど、毎年ちょっと形変えたりとかしてるんですけどね、まあ来年がどんな形で出てるか知らんけど、これ今年買ったやつで、まあソフトシェル系はね、これ1着は持っといた方が絶対いいと思うんですけど、その中でも特に良かったんがこれ、まあ、なんで良かったのというと、私服で着れる感じのゆったり感なんですよね。だからオンオフとかちょっとコンビニ行くとかちょっと誰か飲みに行くとか、そんな関係なくいつでもパッて着れるみたいな。でパンツも何でも合わせるから、こうやってショーツでももちろんいけるけども、デニムとかでももちろんいけたりするし、まあ、スラックスぐらいでもいけたりするんですけど、まあ、その辺がね良かったかなと思います。まあいろんなメーカー、僕パタゴニアとかノースエースとかアークテリクスとかも持ってるんですけど、まあ、細かいスペックになるんですけど、生地が一番これがいいんですよね。パーテックスって生地が使ってていいっていうか一番ランクが高いんですけど、丈夫な生地になってるので、まあその辺がね僕個人的には一番良かったなと思って、ソフトシェルの中ではもうこれが圧倒的1位なんですけど、まあこれが買って良かったかなと思っております。ということで次がですね、で第4位ですね、第4位に行きたいなと思います。第4位がこちらのカバンになっております。まあリュックですね、普通のリュックなんですけど、まあ見るからにこう何て言うんですかね、ガジェットっぽいというか、普通のシンプルなリュックっていう感じじゃないじゃないですか。こうギアっぽい感じで細かい収納がいっぱいあるし、なおかつ防水の生地が採用されてるんですよ。まあなので今までずっと探してたこう雨の日に使えるリュック、雨の日にパソコン入れたり iPad 入れたり、こう精密機械入れても安心できるリュックっていうのがやっと手に入ったということで、まあ、これはねほんまに僕の動画見ていただいて購入された方結構いらっしゃるらしいんですよ。それぐらい、まあ、僕だけじゃなくて多分皆さん的にもこれは買ってよかったわと思う方多いんちゃいます。まあ、普通の、ね、リュックとかになるっていうのはもちろんさっき言った通りこんな感じでリュックになるのもそうなんですけど、あとそれ以外にやったらこういうちょっとビジネスっぽい感じで持つこともできるし、まあ、さらにね中にこうループみたいなこうベルトみたいなのがあるから、こうかける感じでもいけるんですよ。こういう風にピューってでね、リュック自体はこれ20リットルかななんかぐらいの大きさサイズなんですけどね、ここの真ん中のジップ開けることによって横ブワンって開くんですよ。なんか鍵盤みたいなピアノのやつあるじゃないですか。ピアノのやつもピョーンって日々長なったり短かったりするでしょ。あんな感じでね、ここのね真ん中のねジップをピューって開けるじゃないですか。ほんならね今これぐらいじゃないですか。で開けたらねこうやって広がるんですよ。で下ももちろんこうやって広がってるし、これ、ね、荷物少ない時はまたジップを進めてキュッてちっちゃくしちゃったら20リットルまで行くし、広げたら30までいくらしいんですよ。まあ、こういうね隠し扉的なところ、こういうの大体男好きでしょ。小学校の時に秘密基地作ったことある人って言ったら大体みんなはーいって言ってあげると思うんですけど、こういうなんか秘密に隠されたポケットとかね、秘密の収納力みたいなとこ言われたらね、あー素敵ってなるじゃないですか。まあなのでこれは3位かなと思います。3位やったっけ、すいません4位でした、適当なこと言いましたね。4位でした。では次第3位というのがですね、こちらのスニーカー類になってます。でこのスニーカーはただのスニーカーじゃなくて両方とも完全防水のスニーカーなんですよ。だからまあパッて履いてたら普通のスニーカー履いてはるわと思うけども、ちょっと急に雨降ってきたとか水たまりにちょっと足使っちゃったなんたりした時も絶対全然濡れないんですよね。なのでねちょっと 2,3 年ぐらい前までってあんまり靴に関しては防水がずっとなかったんですよね。ジャケットとかパンツは 2,3 年ぐらい前まではねあったと思うんですよ。だけど靴だけはいつもないんよとか、で靴はあってもこの一型しかないんよぐらいにやったけど、最近で結構いろいろ広がってきてね、ゴアテックス使ってるスニーカーとかもいっぱい出てきたしね、防水のスニーカーっていっぱい出てきてるでしょ。そしたら僕らも選択肢があるじゃないですか。あこういうのがいいこういうのがいいって選べるでしょ。ほんなら自分の好きな形で防水のスニーカーが選べる
る時代にようやくなってきたっていうことで、まあ、このパンツのやつはね、ほんま最近出たやつやから買ってまなしなんですけど、まあ、他オネオネはね、まあまあ毎年あのこの防水のスニーカーは出てると思うんですけど、この辺はね良かったかなと思います。そして次がね第2位に行きたいなと思うんですけど、まあ、第2位っていうのがね、この今僕が座ってる椅子なんですね。まあパッて見てもらいましたか。この椅子がね、もう本革の椅子なんですよ。で、最初って全くシワなかったんですよね。で、シワなかったけど、そこの撮影するたびに座ったりしてるじゃないですか。座ってたったりしたら、どんどん本革のシワが出てきたんですよ。で、こう細かい傷とかね、こういう僕が今普段履いてるような、あの、バーサタイルのこの後ろのとこにポケットのジップがあるんですよ。で、こういうジップとかがこうやっぱ擦れたりとかしてね、細かい傷が出てきてね、うわええなと思ってね、こう座るのが楽しくなる椅子というか、別に決して座り心地がいいとかはないですよ。全然普通の革のソファーやから、まあソファーに座ってるなとは思うねんけども、こうどんどん撮影を繰り返すたびに味が出てくるというか、自分のこう座りじわみたいなのが出てくるんですよね。だからまあこれはまあほんまに座ってて楽しいって感じなんですよ。で、座っててめちゃくちゃ快適なんていうのはね、これも4月に買ったやつなんですけど、エルゴヒューマンっていう本格的な、まあ、高級チェアみたいなのがあるんですよ。そのデスクワークするようなやつがね。で、それを今普段は使ってるんですけど、それに関してはめちゃくちゃ座り心地いい。自分の好きな肘の高さとか座面の位置とか、あと肘の内とか外とか向けんのもとかも全部カスタムいろいろできるんですよ。だからもう自分にぴったりの座り心地を求めるんやったら、まあ、エルゴヒューマンみたいなのはあるんですけど、まあ、普段はそっちで、ね、作業してるんですけど、こうやって撮影の時はね、こうやって座ってよし、ほな始めようかって言ってるこの人を見たら、そのシワがどんどん出来上がってくるってことで、まあ、座るのが楽しい椅子、まあ、本革の椅子ってそうじゃないですか。で、僕今まで持ったことなかったんですけど、あ、こんなんもあったらね、ほんまにおじいさんになるまでずっと、まあ、椅子ソファーなんか使えるじゃないですか。10年20年経った時に、あ、どんな感じになってんやろなみたいな感じでね、これはまあ一人用なんですけど結構気に入ってるんで、まあ、二人掛け用とかも買っていこうかななんて思ってます。ちなみにこの部屋はね狭すぎるんでこんなところには置けないんですけど、まあいずれね、もうちょっと大きいところに引っ越ししていったら二人掛け用なんかもね買っちゃおうかななんて思っておりますということで、まあ、座るのが楽しくなるっていうところでね、良かったかなと思います。ではね、第1位に行きたいなと思います。ではね、第1位というのがね、いろいろ迷ったんですけど、やっぱり毎日使うもんやなと思って、で、特にこのご時世やから1位になったっていうものをね、ご紹介したいなと思いますので、第1位というのがですね、こちらのイソップのハンドソープになります。まあ今の時期ってほんまについ 2,3 年前まではトイレ行っても手洗わへんおっさんってイオンモールに行ってもおるし、高速道路のパーキングでもそんなおっさんってめちゃくちゃおったんですよね。もう普通にトイレするじゃないですか。で、おっさんピューってくるじゃないですか。で、おっさんね、そのままね、洗面台の方見てね、自分の髪の毛だけセットしてね、行くんですよ。おい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 、手洗ってへんぞみたいなのがいっぱいおったんですけど、まあ最近はね、やっぱコロナの影響もあって結構皆さん手洗ったりすると思うんですけど、手洗うんって正直めんどくさくないですか。僕めっちゃめんどくさいんですよ。あ、嫌やなと思いながら手洗ってるんですけど、やっぱりそうなったらね、どっか楽しみがないと手は洗わないんですよね。で、僕も同じようにパーキングのおっさんと一緒になっちゃうんですよ。それは困るでっていうことで、このイソップっていうのはね、結構まあ何ですか、人気の匂いというか、まあ女子も結構好きな人多いんですけど、いい匂いがするんで手を洗いたくなるハンドソープを置いとくんですよ。ほんなら自然的に手を洗っちゃうよねと。で、結果まあ清潔というか、まあ綺麗な状態で折れると。そうじゃないとね、ションベンしちゃって手洗うんとね、その後どんどんベタベタ車乗ったり触ったり、この辺触ったりスマホ触ったりしてる人触りたくないでしょ。だからまあ自分へのご褒美というか、まあ、手洗いの習慣をつけるためにっていうことで始めたんですけど、結構気に入ってリピート買いしてるんですけどね。まあこれは良かったかなということで、こちらが第1位という感じになっております。はい、ということでね、以上ご紹介してきたんですけど、やっぱりランキングに入るもんってね、毎日使うものとか、よく頻度が高いもの、使う頻度が高いものとかっていうのがランキングバーって入ってくるんですけど、実は他にも1月2月とかやったら、そのダウンジャケットとかフリースとかでもいいって思うのあったんですよね。だからそれも入れたいなと思ったんですけど、時期が時期やから、この時期にダウンジャケット入れられてもはってーってなるじゃないですか。でフリース入れられてもほってーってなるじゃないですか。だからまあそれはね、また秋口とかにおすすめのフリースとかおすすめのダウンジャケットで入れていこうと思ったんで、ほんまはこんなのに入れたかった、まあ、アウターがあったんですけど、まあ、それはね、まあ、またおいおい喋っていきたいなと思いますので、まあ、近々また別件でノースフェイスの上半期買ってよかったものっていうのをご紹介したいなと思いますので、まあ、そちらも楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、2021年上半期に買ってよかったものトップ10をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。